弾道は、銃弾や砲弾が発射された瞬間から弾着する、瞬間までにたどる経路のことである。本項目では自由落下を伴い誘導制御されない、弾道についてのみ記述する。弾道にまつわる、名称弾道は、発射点と弾着点の間に、銃砲弾が描く道であり、放たれた弾は概ね放物線を描きながら、空気抵抗を受けることで主に水平速度。 失いながら進む。また、発射時の速度や角度、重量が同じでも、弾体形上やその姿勢変化、風、空気密度の影響を受けて弾道は変化する。弾道を専門に扱う学問に、弾道学がある。弾道ミサイルの飛翔経路も、弾道と呼ばれ、ロケット砲の弾の飛翔も、弾道と呼ばれることがあるが、推進力を得ている間や誘導によってそだされる。 間の飛翔は一般的な弾道とは異なる。また弾道ミサイルの弾頭のように地球規模で長距離を飛行する場合、一定の重力が真下に向かって働くのではなく、高度によって変化する重力が地震に向かって働くため、放物線軌道ではなく、楕円軌道となる。発射の瞬間に放たれる砲弾の運動方向と、 水平面とがなす角度を発射角という。曲射弾道を取るものは一般に曲射砲と呼ばれ、榴弾砲や迫撃砲といった砲弾自身が爆裂する榴弾を遠方に投射する火砲がこれに分類される。閉射弾道を取るものは戦車砲や銃器などの点目標を直接照準する銃器や火砲が多い。閉射であっても銃砲弾は 好物線を描いて下方へ落ちながら進み、その物理的挙動は、極射弾道と何ら変わらない。極射法は、おおむね45度の発射角で射距離が最大になるが、砲弾の落下エネルギーで項目標を貫通させるためや爆風破片効果の及ぶ範囲を円形に近づけるため、 陣地変換までの時間的余裕を稼ぐため、などで、意図的に45度以上の大角度で発射することで、砲弾をより高い位置から落下させることがある。これを、高射回射撃と呼ぶ。局射法は、多くの場合、45度以下の発射角で発射しており、創薬と発射角で射距離を調整するが、これを、低射回射撃と呼ぶ。低射回射撃は、 発射から弾着までの時間や経路が比較的短いので空中で受ける弾道の上乱の影響が少なくなると期待され、砲撃目標が移動する可能性も減じられる。低社会射撃では弾着点での加害範囲が最適化できないが次元進化を使わない。高社会射撃では多くの場合加害力がさらに減じられる。 弾道低落量イコール1に重力加速度秒数の事情空気抵抗の係数1.3で求められる。初速秒速750メートル銃弾の概算の弾道低落量を下記に記す。ありがとうございます。